皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョワイルやっていきましょう。今日の動画はですね、本日のアップデートで新しいイベント MVP イベントだったりとか、あとはねストアの方も更新されたので、そちらについてお話ししていこうと思います。でまずストアの方から見ていきたいんですけど、最初にアンバサダー田中碧選手のパックが販売されてます。まあ、これに関しては田中碧選手ね、ログインボーナスでも手に入るので、わざわざこれ買う必要はないかなといったところですね。他にはチャンピオンズリーグのパックが6進、7進確定のやつが2種類販売されてるのと、 TOTY のこのチェルシー選手パックとパリ・サンジェルマンの選手パックもまたね来てますね。これ1万円で買えるんですけど、もう選手の価値もだいぶ下がったということで、今回ねこれ買うことはね全くお勧めしないので、これで今ハキミ3枚来ても、今ハキミいくらよ、もう400万なんで、なんでこれはね買わないことをお勧めします。下見ていくと、新しいイベントのレジェンド選手パックですね、こちらが3種類進化を確定のやつとか、あとは普通に選手確定のパックが来てます。これについても市場では取引できないんで、まあ、無理して買わなくてもいいかなといった感じですね。他にはこちらの在庫の方で FV のお得パックですね、まあ、これに関して、ね、課金してるなら絶対買った方がいいですね。1万円買ったら1万円そのままボーナスで来るんで、これめちゃくちゃでかいですね。ストアについてはねこんな感じで、続いてねウェブイベントの方を見ていきたいと思います。まずいつも通りねメンテナンスのお礼来てるので、これコインもらうようにしましょう。まずストアイベントから見ていきたいんですけど、 FV 3倍返しキャンペーン来てますね。まあ、これに関してはね買った方がね間違いなくお得なんで、はい、買うようにしましょう。この画面に行かないと FV もらえないので、なんで必ずね買ったら毎日ね今の画面に行って 100FV もらうようにしましょう。これ買うべきですね。であとはキャンペーン、まず1つ目、田中碧選手が登場記念ということで選べるログインボーナスと、これねちょっと新しいんですけど、まあ、これ全部で10種類あって、毎日ね自分が好きなものをもらえると、まあ、結局ね毎日ログインすれば全部手に入るんで、そんなねどれ選んでもいいと思うんですけど、俺は最初何にしようかな、ランダムランクアップソーでしょうか。はい、こちら受け取っていきます。結構ねそのコインだったりとか、あと選手パック、あとはね進化の素材だったりとかも来てるんで、これね非常にいいと思います。まあねコインとかルーレット機に関しては一応期限があるので、それだけ注意してください。続いてはこちらですね、 MVP ポイント、今回目玉のイベントでございます。これに関してはね前回前々回かなの動画でもお話ししてるんですけど、そのメンテナンス前までの自分のチームで、まあ、そのポイントが振り分けられると。でその他にもねこうやって毎日のミッションクリアすることに80ポイントもらえるので、これも毎日するようにしましょう。一応書いてあるんですけど、イベント期間中最大25セットまで1セットにつき3つのミッションが登場しますと、まあ、1日1セットのこの3つですねが達成できて、この3つの報酬全部受け取ると、またね次の日に新しいミッションが来るといった感じになってますね。まあ、極切りでクリアしていくと、ボーナスとして 200MP も手に入るので、まあ、これ全部クリアすると、25セット ×80 で2000個と、あとはね、5セットごとに200もらえて、まあ、1000もらえて、合計で3000ポイントもらえるので、結構これね、その今ポイント持ってなくても、毎日クリアしてればね、溜まるんでポイント、これは必ずね、やるようにしましょう。で、この溜まったポイント何に使うかって言ったら、こちらに行っていただくと、ポイントにね、こうやって応じて、まあね、もらえる選手だったりとか、あとは、まあ、進化素材とか、あと強化素材だったりとか、スキルブースト、コインなんかもありますね。まあこれを交換していくと。で、今回なんですけど、まあ、ポイント皆さん持ってると思うんで、どれとね、交換するのがおすすめかっていうのをね、今回ね、お話ししていこうかなと思います。でまずね、選手についてなんですけど、正直ね、あんましね、強くないです。能力値についてはね、また動画でまとめていこうと思うんですけど、そんなにね、強い選手いません。能力の確認も、さっき言ったストアのね、パックから確認できるんですけど、こちらですね。はい、ここからできるんですけど、まあ、強いて言ったらね、ジェラードぐらいかな、使えそうなのは。これが唯一使えるかなと。まあ、他にもね、ピレスもワンチャンありかな。ピレスだったりとか、あとは、そうだな、スコールズ、ベルカンプはちょっと厳しいかな。まあ、なんで、正直ね、選手と交換するのはね、そんなにおすすめしません。もちろんね、113、114まだ持ってなくて、そのチームのね、強化するために取るっていうのは全然ね、ありかなと思うんですけど、ある程度選手揃ってて、今からね、その114、113のレジェンド取るって言われたら、正直ね、3000ポイントとか2000ポイント使って、まあ、取るべきじゃないかなと個人的に思います。だったらね、他のやつをポイントで買うのがいいかなと思います。今、下行って見ていくんですけど、まあ、進化素材に関しても正直ね、これも微妙ですね。まあ、一個一個高いんで、これも正直おすすめしません。で、下見ていくとスキルブースト。まあ、これも先ほど言ったように選手は使わないんで、これも交換するべきじゃないかなと思います。で、このレジェンド選手も300ポイント。まあ、これもいらないですね。で、次がルーレットキー。
まあ、1500ポイントで、普通のね、ルーレットキーなんで、これもね、うん、別にやらなくていいかな。で、続いてランクアップ素材ですね。まあ、レジェンド、マスター、エリートとあって、交換するならレジェンド一択かなと思います。それでもね、1個1500と結構高いんで、無理してね、交換する必要はないかなと思います。下見ていくと、まあ、継承チケットが10個ずつあって、割とこのね、上級強化継承チケットを50回交換するのはありで、まあ、2500ポイントかかるんですけど、全部で500枚手に入って、まあ、500枚あると強化10も継承できるんで、このチケットで。わざわざ5000円不備使わないでもできるっていう点で、このね、チケットは交換するのは全然ありかなと思います。で、次が強化素材で、結構も強化素材マスターも手に入るんで、これもね、正直交換するべきじゃないかなと思います。このね、なんならブロンズ、100ポイントで200個手に入るブロンズ強化素材、これをね、上限いっぱい交換するのが個人的におすすめです。あと、ランダム強化素材でも全然いいかな。これも割とあり。で、次はコインと TP と。まあ、TP は100ポイントで50万 TP なんで、これ微妙かな。買わなくていいかなと思います。で、コインね、100ポイントで100万コイン。これはね、結構交換してもいいと思います。コインはね、特訓とかに使うんで、あとスキルブーストをレベル上げたりとかするのに。なんであって困ることないんで、これは交換するべきかなと思います。今回自分は、まずブロンズ強化素材、これをね、マックス交換します。7600あったかな、自分は。なんで、もうね、どんどん交換していきます。あと、これで5600と。他にはね、さっき言ったこの強化継承チケット、これももらおうかな。これも結構ね、あり。2500ポイント。まあ、結構高いんですけど、全然ありかなと思います。あとは、3100余ってんのか。まあ、他には、まあ、レジェンドランクアップ素材買うか、あとなんだろうな。やっぱさっき言ったコインかな。コインはね、頑張れば手に入るんで、やっぱりランダムランクアップ素材かな。うん。これを2個交換しましょう。何度も言うんですけど、このね、イベントの方で、日々貯まるんで、このポイント。まあ、なんで、ポイント貯めて、まあ、自分のね、欲しいやつと交換するのがいいかなと思います。必ずね、毎日このミッションをクリアすることは忘れないようにしましょう。結構ね、放置して、この VS アタックとかできるんで、なるべく、はい、やるようにしましょう。はい。ということで今回は新しくアップデートで追加された内容についてお話ししていきました。まあ、ストアの方でね、買うパックは正直なくて、買うならやっぱりね、FV のお得パックを買うのがいいかなと思います。MVP イベントについては、まあ、今すぐね、自分みたいに交換してもいいんですけど、その期間内にね、ポイント貯めて、最後の日とか、まあ、その前日とかにね、自分でしっかりポイント配分決めて交換するのも全然ありかと思うので、まあね、焦らないでやって、とにかくね、ミッションだけ毎日やるようにしていただければいいかなと思います。また今後はね、MVP で来た選手の紹介なんかもね、動画でしていければなと思うので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。もしね、何か質問とかあればコメント欄や DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。